お得じゃんこれ。あ、得よ。何？6時20分？6時20分、ちょっとおかしいね。食べてんのかな。なんか食べてんね。なんだこの子。カモかね。もう真っ暗や。はい。ものすごくね、揺れますわこれ、この歩道橋。これは体の北でございます。反対乗ってみようか。反対反対が正面。おお、こうなってんのこれ。全然知らなかったな。よくいつも走ってるけどね。こんなことなってんの。これは知らなんだね。初めて見ました、これ。ここはね、PL の花見の時、いっぱい人がね、ここに立ってあります。ざーっとね、群がって。はい、急がないと暗くなるね。この辺に何かあるかね。竹牛ガイド。あ、ここね。はい。これね、これを行けたらいいんだよな。これで行ける。これこれ。はい。竹牛ガイド。反対やった。反対やった。こう見たね。はい、これをね。こっち行くんですよ。どっち行くんだろうな。こっちか。え、これやな。こっちやな。こっちでございました。今から行きますのはね、白鳥寮でございます。今日ね、ちょっとね、予定が狂ったんでね、本当はこう4時ぐらい帰ってくる予定だったんだけど、ここまで来る予定だったんだけどね。1時間半以上来るったか。なかなか雰囲気のいい、あの、道路でございますね。竹内のガイド。竹内ガイド。ちょっとピンとこんな。あ、166号ちょうどか。175から160、175から166号やな。ほんで竹内ガイド行くんか。そうか。これで合ってんやろな。これ、これもなんか、反対やな、反対ルートやな。ウォーキングルートになってるけど。はあ、反対やってる。そうか、向こうから、駅から来るわけや。白鳥寮は、これで行けたかな。だいぶ暗くなったね。画面で見たら明るいんやけどね。あ、ここですね。これかな。もっと先か。ちょっと明らかなんだ。
いや、今のところ右でよかったんだけどね。とりあえず量を見てみましょう。全部こういうんですからね。そこそこ大きいんですけどね。これあるけどね、ワーキングトレイル。白鳥おる、白鳥は。こんな真っ暗なのに。カモとか白鳥とか、よくおるんやけどね。この大きさでございます、この大きさ。まあそこそこちょっとそこかな。看板がないんで、じゃあ、あっこに行こうか。豊富の方に。周りだけど時間がないんで今日は。ここだけね、撮ってほしいということで。これ行けなかったかな。あれ、行けないんかいこれ。これ行けそうやな、これな。これ行けそうだ、ここで。ちょっと狭いけど。あら、ないんかいね。見当たらんがね。ここはね、建物だったんやけどね、前昔はね、みんなね、どいてもらったんがいいね。いやー、なんとか動画撮れる時間に来れましたか。危ないとこやったけどね。はい、ありがとうございます。ここからで行かせてもらいました。はい、失礼します。カメラで見るとものすごく明るいんだけどね、もう薄暗いんでございます。横はね、もう住宅街でございますんでね。これで見えるかね。あ、見えるね。大和たけるの御事、慣れて慶光殿の寮、慶光殿の息子さん、あの寮がね、いくつもあるんやけど、3つあるんかな。ここ一番大きいみたいだけどね。はい、失礼します。あ、言いますよね、これ。ね、横がもう住宅街ですね。迫ってましたろ、住宅街がね。はい。はい。ね、帰りましょう。なんとか動画、画像を撮れましたか。危ないところでしたけどね。デコボコでものすごく歩きづらいですね、これ。ここ駐車場してくれたよね。宮内庁やったら、これ本当にね、ちょっと駐車場5台ぐらい作ってくれたよ、5、6台。ね。こんなことして、閉めとかんとさ。今度行ったら言うとこ、どこやったっけ。この辺やったら、王神天皇陵か、あそこあったな。あそこいっぺん行ったら言うとこ、なんとかしなあれ言うて。まあ問題があるのある言うてね、どっかで言われたんやけど、どこやったかやな。神武天皇陵やった、あそこで言われたかね。なんか駐車場をね、オープンするとね、ずっと止めとる人がおるんやしね。それでちょっと具合悪いとこあるんですとか言うとね、それもあるんでね。
はいはい、今日はそういうことで、もう手が冷たいんで、ありがとうございました。撮影やりますわ。あ、これね、ここの道がそうですわ。この道が、先の道じゃねえ。こっちね。はい、そういうことでありがとうございました。